かつて監督として岡山城東などを甲子園に導いた山崎圭一さんがこの秋から井原市の興譲館高校の監督に就任することになりました。岡山の高校野球界に、恩返しができたらと思いますし、山崎さんは監督として岡山城東を5回、岡山学芸館を1回甲子園に導いた名将として知られています。興譲館は2008年の選抜初出場以来甲子園から遠ざかっていて、経験豊富な山崎さんに今回監督就任を打診しました。就任後初となる練習試合は今月30日、笠岡工業と行われるということです。